安波訓練場は、かつて沖縄本島北部の国頭村安波にあった米軍の訓練施設。安波川上流の北部訓練場に囲まれた安波訓練場と噴川下流の安波訓練水域米軍の北部訓練場とやんばる国立公園。沖縄東北部は沖縄の水がめと呼ばれ、特に北部のダムは整水路で連結して運用されているが、その水源間用林は米軍の北部訓練場の中にある。1996年沖縄に関する特別行動委員会による SACO 最終報告で北部訓練場に囲まれた安波訓練場とその噴川ダム下流の安波訓練水域は返還対象として合意されたが、その返還合意の条件となったのが北部訓練場に隣接する新たな約38ヘクタールの海岸と水域121ヘクタールの提供であった。年間25日しか使用できない規定がある安波訓練場より高江周辺に新規建設されたオスプレイ対応の新規ヘリパッドと上陸訓練機能を可能にさせる宇城川川口区域の提供により負担軽減はおろか、さらに刷新強化された北部訓練場を創出することになった。ありがとうございます。